はセカンドゴロを倒れました。ワンアウトランナーありません。1回の裏サイカーズの攻撃です。1回の表ベイスターズは無得点でした。2番の西川左打席に入っています。第1球を投げました。外角へスライダー、はい、いやゴールですね。外角へゴールになっています。高校のファイターズは1番センター用、2番セカンド西川現在左打席で1球を投げました。変化球ゴールが来ました。ストライク、なお5番ボールはストライク。3番 DH アグレイク、4番レフト中田、5番サード小屋と6番ファーストパワー、1番ゲートバンから第3球を投げました。第1直球ストライク、なお5番ボール2ストライク。7番ショート大西、2試合ぶりのスタメン、8番ライト佐藤、プロ1年目初ホームラン、そして9番キャッチャー大野、大野は3試合ぶりのスタメンというファイターズのラインナップです。守るベイスターズ、上内、今日は黒金がバッテリーを組んでいます。追い込まれています。第4球、石川に入りました。石川、高ーく上がった打球、サード後方へのサイン、サード宮崎手を上げています。ライトは先手が渡りました。アウト。2番の石川はサードフライ、ツーアウトランナーありません。タイムラファイターの攻撃です。守るベイスターズ、ファーストにブラック、セカンド内村、サード宮崎、ショート山崎、外野はレフトに田村、センター荒木、ライトが緊張という攻撃です。ファイターズは簡単にツーアウトを獲得しました。1回の裏、3番のアブレイユ、これから2打席に入ります。3試合ぶりに3番で起用されていますアブレイユ。